クラドセラケは約3億7千万年前の海に生息していた軟骨魚類。クラドセラキ、クラドセラキーと表記されることもある。学名は分かれた葉を持つサメを意味する。クラドセラケは最古のサメとして長らく扱われていた。しかし全体化石が発見されたことにより、それまで分類不詳であったドリオドスが約4億900万年前の最古のサメと、 判明している。全長約1.8メートル。原生のサメの多くと異なり、口は体の下側ではなく、先端に位置している。顎の構造に原生種のような頑丈さは見られない。脊椎頭膝、胸びれの構造、流線形の体型などから高速の遊泳が特徴であったことは明らかで、デボン期の海で素早く泳ぎ回る捕食者として生きていたものと考えられる。 2015年には沖縄シ島財団総合研究センターの富田竹明が胸びれの標本 CMNH8114 を研究しクラドセラ家の胸びれの付け根にある骨の間に隙間が存在していることが判明した後部に隙間が存在することで可動性が高まり大きな推進力を得ていたと推測され高い運動能力を持っていたとされているまた クラドセラ家の標本数は豊富で数百に上るが、オスの生殖器の化石は発見されていない。オスとメスが異なる水域で生息しており、化石として産出しているのは全てメスであるという説、オスに生殖器は存在せず体内受精ではなく、体外受精で繁殖していたという説などが挙げられているが、結論は出ていない。小魚、このドントや、硬い殻のない無脊椎動物などを食べていた。 一方で、ダンクロステウスなどの大型の板があるいに捕食されていたと考えられている。デボン紀の生物の創造図文芸春秋、海洋生命5億年史サメ帝国の逆襲 P82、土屋県著ビクター、G ・スパリンガー、ジョイ、P ・ゴールド、サメウォッチング、平凡者、1992年、P39 及び平の行動ほか、小学館の図鑑で大昔の生物、 小学館2004年 P51 ビクター G スパリンガージョイ、P ゴールドサメウォッチング平凡者1992年 P40 ありがとうございます。